はい、皆さんこんにちは、星中です。今日はコストコの購入品といつも通り調理方法、冷凍ストック方法まで紹介していきたいと思います。それでは早速スタート。ということで今回は 48,617円分購入しました。前半は日用品などで、後半が食材で分けてやっていきたいと思います。じゃあまず日用品、じゃん、こちらパワーポリ袋、45リットル袋で150枚入り1208円です。ずっと使っててなくなってしまったのでリピ買いです。で、150枚あるのでだいたい半年ぐらい持ったかなと思います。で、こんな感じの半透明の袋になってるんですけど、1枚1枚がすごく頑丈で破れにくいのでおすすめです。楽天のモノトーンさんで買ってるポリ袋用ケースとかに入れてゴミ箱横に置いてます。続いてが、じゃん、これもリピ買い、フレアフレグランスの柔軟剤です。超特大サイズ、こちらが1298円です。フローラルガーデンの香りだそうです。めちゃくちゃお得、柔軟剤は最近はもうずっとこれです。続いて、じゃん、こちらは初めて購入しました、アタックゼロの洗濯用洗剤、1568円です。お洗濯回数193回分。さっきの柔軟剤もそうなんですけど、注ぐところにちゃんとキャップがついているので必要な分だけ詰め替えることができるし、お得なのでこちらも買いました。これはね、24時間部屋干し臭を防いで、化学繊維を汚れが落ちやすい繊維に変える、すすぎ1回でも OK、 洗濯槽の匂いも抑制してくれるものです。最近これ気に入って使ってます。次、こちらですね、毎回この女性用のナプキン買ってる気がするんですけど、今回は夜用の朝までブロックを買いました。1080円です。まあ私調べなんですけど、ナプキンも Amazon とか薬局で買うよりも多少は安いので、なくなったタイミングでコストコに行った時はコストコで買うようにしています。次が子供のものなんですけど、じゃん、こちら学研の木製パズル日本地図っていうおもちゃを購入しました。これ普通に買うと多分4400円ぐらいで、 Amazon とかでは3130円になってるんですけど、コストコの値段がなんと2498円でだいぶ安かったので、最近クモンの世界地図のやつよくやってるので日本地図版も買いました。で、あとシールブックを3つ購入しました。シールがね、たくさんあるんですよ。かなり大容量なので、まあ、満足かなと思います。クイズになっていたり、ちょっと考えながらシールをペタペタ貼っていくような本です。で、あと美女と野獣のやつとモアナのやつ、まあモアナだけじゃなくって美女と野獣もあるし、アラジンとかシンデレラとかアリエルもいろんなキャラクターがいます。シール好きなお子さんがいる方はいいかなと思います。そして次に、じゃん、こちらストゥーブのラウンドココットっていう26センチのベージュのカラーを買いました。ルクルーゼの白い鍋があるんだけど、そっちはちょっとね、あのサイズが小さくて、ほんと 2,3 人前作るのに向いてる大きさなんですけど、大きいストゥーブが欲しいなって狙ってたので、まさかのコストコであったんですよ。なので買っちゃいました。しかも楽天とかで見ると19,800円なんですけど、コストコで16,998円で、9月30日まではさらに2,000円引きで14,998円税込みで買えるという。で、これ、まあ、スープ作るのも煮込み料理ももちろん、グリルとか蒸し料理とかにも使えるので、食材から出た旨味を含んだ水分を蒸気に変えて鍋の中で自動的に対流し、ピコによって食材にまんべんなく降り注ぎます。これにより食材本来の旨味を最大限に引き出し、ふっくらと仕上げる。あと火を止めた後でもこの中で長く保温してくれるので、なかなか冷めないっていうのもとてもメリットです。廊下収納の一部をストックの収納にしてるので、ここに収納します。これはトイレの収納場所に2つケース、こちらをナプキン用にしているので、この1つのケースに入る分だけ入れて、あとはここにもちょっとスペースがあるので、あとは残りはここに収納します。は全部食材なので、キッチンの方で紹介していきたいと思います。まず食材1つ目は、じゃん、こちらハイローラー1380円です。
ベーコンとかマヨネーズ、トマト、レタスが生地に巻かれている食べ物。次にこちら、シュリンプカクテル1880円、消費期限が明日までしか持たないんですけど、ちょっと明日ねおもてなしするのでその時に食べたいなと思って買いました。で次にバターレタスが798円、3つ入りです。で次にこちらのロース生ハム、こちらが768円、賞味期限半月ぐらい待ちます。続いてがフレッシュモッツァレラナチュラルチーズ1658円です。2回目の購入です。パンと一緒に焼いて食べたりサラダで食べたりとか、でこういう感じで個包装になってて1つに3つ入ってます。なのでちょこちょこ食べれるのがすごくいいんですよ。こんな感じ、もちもち、おいしい。そんなに塩気も強くないからパクパク食べれちゃう。やっぱモッツァレラチーズはオリーブオイルと塩とトマトと食べるのが一番好きかな。あとはバジルソースで和えたりとか。こちらもリピート買いしました。天然水トマト798円です。甘かったんですよ、すごく。で結構大容量。これも明日さっきのバターレタスを合わせてサラダにして食べたいなと思います。次、じゃーん、セロリ約1キロで768円です。これね、ジップがついてます。明日ピクルスとスープ作りたいので半分ぐらいだけ冷蔵で残しておいて、あとは全部冷凍します。一つはウータンがスープにしても食べやすいように小さめに切りたいと思います。カレーとかシチューに入れても美味しいと思います。ビタミンもミネラルもすごく豊富で、女性が嬉しい栄養がたっぷりで、血圧を下げる効果もあるので、高血圧の方とか、あとイライラしがちな方にもおすすめなお野菜です。で残りの冷蔵保存するセロリはこうやって濡れたキッチンペーパーでくるくるっとくるんで立てて野菜室に保管しておくと鮮度がいいまま約1週間ぐらいは持つみたいです。来ました、この時期が何度目かな。じゃん、こちらのベビーキウイ 450g 入ってて698円。これね甘いんですよ。見た目はこんな感じで、普通のキウイよりもめちゃくちゃ甘いし、もう皮もめっちゃ柔らかくって栄養価もキウイよりも優れていて体にいいんだって。購入した時点で少し固めの場合は5日間ぐらい、あと冷蔵庫で寝かして柔らかくなったら食べるといいと思います。うん、こちらも買いました。ゼスプリのサンゴールドのキウイ12か13くらい入っていて1598円になります。このキウイウータンが大体大好物で、そろそろスーパーでも時期的に置かなくなるみたいなので買っておきました。キウイはフルーツの中でも栄養価がねダントツ高いんですって。なので毎朝食べています。次、アスパラ買いました。これも何度か買っています。こちらが 450g で498円です。柔らかくて甘くて美味しいのでコストコのアスパラ結構気に入ってます。続いてがサラダクラブのコーンを3つ購入しました。これね1つで売ってるので、1つ98円です。コーンもツナと同じぐらい必ず家にストックしてるぐらいなんですけど、サラダとかパン焼く時とかスープに使う時とかとっても大活躍するので買いました。続いてがじゃん、リンゴのフランク、久しぶりに買いました。4本入りが2つ、998円です。これがめちゃくちゃ甘くてプリッとカリッと美味しいんですよ一本一本すごく太くって食べ応え満点です。賞味期限も1ヶ月以上持つので3人家族なんですけど全然食べきれる量です。リンゴシリーズ、リンゴのベーコンとかめっちゃ美味しいのでぜひコストコで行った際は買ってほしいです。次がじゃーん、こちらちょっと前回は売ってなくてねかなりショックだったんですけど、低糖質パン2つ買いました。5個入りで680円です。これは本当におすすめのパンです。コストコと言ったらっていうパン結構いろいろあると思うんだけど、我が家では必ずこれがあったら絶対買います。このまま食べてもしっとり感があって美味しいんだけど、焼いてもまた違った美味しさがあって香りも出るし、しっとりなの。そうそうそう。でなんて言っても賞味期限が長い、11月7日まで持つ。これは本当におすすめです。美味しいので食べてみてください。重い。こちらのオレンジジュース買いました。わー、
ランガーズオレンジジュース1648円です。かなりの大容量のオレンジジュースなんですけど、ジュンくんがオレンジジュース大好きだし、ウタも大好きだし、明日人がね来るので買いました。果実が 100% を使われていて、余計なものは一切入っていないジュースなので安心して飲めると思います。で、続いてがじゃん、缶詰。いつもはねツナ買ってるんだけど、前回買ったやつがまだあるので、今回は焼き鳥にしました。これが16缶入ってて1598円でした。これ Amazon で値段見たんですけど、6缶で約900円ぐらいだったのでお得かなと思います。タンパク質も取れるし、卵と溶いて親子丼風にして食べたりとか、アレンジもたくさんできるんですよね。で、こちらもチョコラ BB のドリンクタイプ。本当にね、これ疲れてる時とか肌荒れしちゃった時に飲むと良くなる気がします。続いてが大根1本購入しました。180円です。今回ブリを買ったのでね、ブリと一緒に煮て食べたいなと思って買いました。大根と人参ってこう冷凍すると少しだけ食感が変わるんですけど、私はその冷凍した後のちょっと固めの食感になるのもすごく好きなので、お味噌汁用にね冷凍ストックすることが多いです。じゃん、こちらブリを買いました。 516g 入っていて1538円です。で、ちょっとだけ今日お刺身にして食べて、あとはさっきの大根とこのブリで煮物をして、残りは冷凍しておこうかなと思います。おー、ブリもっと肉厚なのもあったんですけど、今回はこれが安かったのでこれにしました。こっちは今日煮物にする方で、こっちはブリの照り焼きができるように下味をつけて冷凍しておきます。醤油2ぐらい、酒、みりん、醤油でシンプルにちょっと味をつけておきましょう。生姜があれば生姜とか一緒に入れてもいいと思うんですけど、今回はないのでこれだけで、とりあえず下味をつけて冷凍します。で、冷凍したら約2週間以内には食べきるようにします。はい、じゃーん、こちらの桜鶏のひき肉タイプを今回初めて買ってみました。2kg です。2kg 1680円、安い。赤身率 90% って書いてあるので、特にね、じゅんたん体を鍛えててタンパク質を摂取頑張っているので、このねひき肉でハンバーグを作ったり、そぼろ丼を作ったり、タンパク質メニュー作ってあげれるかなと思って買いました。赤身が 90% なのですごくパラパラになりますね。じゃーん、こちらも買いました。 R1 ヨーグルトの低カロリータイプ1295円です。私はこれ最近飲んでなくて、甘味料の入ってない青いタイプのやつを飲んでるんですけど、じゅんたんがこれを毎日お風呂上がり飲んでるので買いました。このヨーグルトはセリアで売ってるヨーグルトケース2つで12本ぴったり入るサイズです。飲み物はここにストックします。ここが缶詰系なので、ここにこれをストックしていきます。で、45リットル袋はキッチンの収納場所のここに、この無印のファイルケースに入れて、ストックはゴミ箱からちょっと近い収納場所なのでここに収納してます。バターレタスはちぎって奥層の水気を切るボウルに入れて水をよく切ります。ナミさんにおすすめされて買ったんですけど、これね押すだけだからめっちゃ便利。こんな感じでトマトとレタスのチョレギサラダを作ります。本当は韓国海苔を入れたいんですけど、今回はないので、この市販のチョレギドレッシングと刻み海苔をかければサラダの完成です。1センチ幅に輪切りにします。本当は角を取った方がいいけど、めんどくさいので今回はちょっとやりません。あ
と残りの大根は冷蔵保存するんですけど、葉の部分、上の部分、で真ん中の部分、下の部分っていう風に分けて、それぞれキッチンペーパーで綺麗にくるんで、ラップとか密閉袋に入れて保管すると長持ちします。この葉の部分は黒く傷んじゃってて食べる部分がないので、今回はさよならするんですけど、ビタミン A とビタミン C がとても豊富なので、もっとたくさんあったら刻んでふりかけにしたりとか調理するといいと思います。こんな感じで分かりやすいように上と真ん中って書いて日付。ブリはザルに入れて両面湯引きをします。煮物とかする前に湯引きすることで独特な生臭さっていうのもなくなるし、煮物のタレが濁りにくくなります。アルミホイルで落とし蓋をします。これでしばらく 3,4 分ぐらい煮ていきます。でまた弱火か中火ぐらいでさらに 3,4 分煮ていきます。最後は一番弱火で5分とか6分とか7分そのぐらい煮て完成です。はい、コストコに行った日の夜ご飯はこんな感じです。このね、しじみ汁も前回砂抜き済みのあの冷凍のしじみコストコで買ってるんですけど、それがまだ残ってたので味噌汁と、あとブリの煮物、生醤油を使ってるのでかなり濃い色なんですけど、味付けはちょうどいいです。であとはバターレタスとトマトのトレギサラダと、ブリは刺身用だったので刺身として食べたいと思います。うん、油がね、すごい乗ってんのよ。このブリは絶対買いですね。刺身はさ、臭みゼロよ。ゼロよ。こいつ。こいつ。次の日なんですけど、このトマトとセロリを使ったスープを作っていきたいと思います。新しく買ったストーブも使います。オリーブオイルを入れて炒めていきます。本当はベーコンも入れようと思ったんですけど、コストコで買ったソーセージも食べたかったので、セロリとトマトと人参と玉ねぎのお野菜たっぷりヘルシースープにしようと思います。トリュフ塩、出来上がり。余ったトマトはジップロックに入れて野菜室に保管しておきます。この購入品以上になります。やっぱりコストコは1ヶ月に1回か2ヶ月に1回行ってるので、前回と結構被ってるものとかあるんですけど、ぜひ参考になれば嬉しいです。ということで、この動画が少しでも良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。